荒川の匠育成事業。荒川区に伝えられてきた江戸の伝統や文化を未来に伝えるために、職人となる意思のある方を募集し、区の補助を受けながら本格的な修行を積むことができる制度です。3ヶ月間職人見習いとして現場実習を行った後、3年から最長で6年の間弟子入り修行を行います。このコーナーでは、荒川の匠育成事業を修了した若手職人や現在修行中の匠の卵にスポットを当て、伝統工芸技術にかける思いを伺います。今回お話を伺うのは、修了者の額縁栗原大地さんと、修行中の七宝畠山かなさんです。まずはじめは、修了者の額縁栗原大地さん。額縁は刺し物の系譜を引く伝統的な木工技術の一つです。角材を製材して削り出しをしながら額縁に加工する木工と、額縁に塗装や箔押しなどを施す仕上げの作業に分かれて製作されています。修了者の栗原さんは平成23年1月に額縁の吉田仁さんに弟子入り、先輩の職人から指導を受けながら修行を積みました。親方の吉田さんは父の義治さんに師事し、工房を継いでいます。工房では日本画や油彩画、水彩画などの美術品を保存・展示するための木製の額縁を職人たちが分業で作り上げているほか、額縁に美術品などを収める額装などの作業を行っています。また東京都の伝統工芸品に指定された東京額縁の技法の一つ、型抜きを使った彫刻のような仕上げの技術も継承しています。栗原さんは平成29年3月に荒川の匠育成事業を修了した後も、親方の工房の社員となり、営業の仕事も任されるようになりました。そして仕上げの技術にさらに磨きをかけるため、日々研鑽しています。最初木枠の段階でこう上に上がってくるんですけど、それにこう木目を潰すために下地を塗って、で、まあ、磨き上げて、それを何度か何度か繰り返して、で塗装して着色して、あとは箔押しをして、でこう金箔や銀箔を使うんですけど、でそのままだとこう光ってしまって、やっぱ額縁なので中身を引き立てるので、今度それをわざとこう劣化させたような仕上げを施すんですね。それをいぶしっていうんですけど、要はこう経年劣化でホコリがたまったり変色していくような仕上げを施すのが、まあ、それはちょっと額縁のならではの作業かなと思いますね。新品なんですけど、こう古いものを作るっていう、ちょっとそういう面白い仕事ですね。仕上げの工程の一つ、箔押しです。下地を塗った額縁に金や銀、アルミなどの箔を乗せていきます。和ニスって言って、箔押しするためにちょっと粘り気の強いニスの一種を、まあ、塗ってあるんですね、事前に。糊の代わりですね、これが。とりあえずこう乗せていく感じですね。で、箔って柔らかいので、こうやって綿で押さえてあげるとシワが伸びていくんですよね。で、あとまだこれはさっき箔乗せた状態なので、それをこうしっかり額にこう押さえつける意味もあるんです。使う箔ももう5種類か6種類ぐらいあって、それによってこうさっき言った糊の代わりのニスの濃度が違ってくるんですよね。そのニスが濃いと箔が光らないんですよね。なのでその辺を覚えるまではなかなかやらせてはまあもらえないですけど、ただ師匠はやらないと覚えないっていう考えの方だったので、すごくやらせてはもらってましたね。箔押しした後は、顔料や油絵の具などを使って額縁に自然な汚れや傷をつける、いぶしと呼ばれる作業を行います。
いぶしは職人のセンスや経験が大事と話す栗原さん。まだまだ先輩職人の腕前には及ばず勉強の日々だといいます。今回箔押しを見せてもらった額縁もカーボンを薄く伸ばすことで黒っぽいくすみの下に銀色が透けて見える仕上げを施しました。木枠の状態から、その美術館にあるようなああいう完成された額まで、こう一工程一工程、地道な作業なんですが、それを仕上げていくことがやっぱ楽しいですよね。で、全部手仕事なので二つとってやっぱ同じものがないっていうところも、常にこう勉強というか次回での改善点を持ちながら仕事をできるので、そういうのも楽しみでもありますよね。学生時代は服飾デザイナーを目指しデザインの勉強をしていた栗原さん、額縁の世界に入るきっかけとなったのは当時から趣味だった絵画鑑賞でした。美術館とか行くのがすごい好きだったので、その時からこう絵がメインなんですけど、額縁ってどこで作ってるのかなとか、何年ぐらい前のものなのかなとか結構調べたりはしてたんで、その影響もありますかね。経年劣化や変色具合とかがこう何年も前の1000年ぐらい前の額縁なのかなとか、そういうそれを今自分が見てる、なんかそういう不思議なこう魅力みたいなのを感じましたね。今もやってること変わらないですし、今でも修行してるような感覚ですし、やっぱり、師匠と比べても全然劣ってる部分が多いですし、でもっと自分で一個仕事終わった後も次はもっとこうしようって反省点必ずあるんで、その頃から何か変わったかっていうと何も変わってないですね、はい。職人として日々研鑽を積む傍ら、額縁の新しい形を模索しようと自身でデザインにも挑戦しています。それは名刺入れですね、長額っていうんですけど、持ち運ぶ額縁をコンセプトとしてデザインから始めて、で、木工さんと僕で作った商品ですね。スライド式に取り出せる名刺入れになってて、この奥の方にも複数枚入るようになってて、持ち運ん で結構名刺入れの置き場ってなかったりするので、その時これをデスクの上に置いて、使わないときはこうインテリアの一部として戻すっていう風に使ってほしいなっていう、まず額縁を手頃なサイズ感に落とし込むっていうところをかなり意識して作ったものです。この名刺入れは今年度の東京手仕事プロジェクトの普及促進支援対象商品に選ばれるなど、展示会やプロモーション活動を通して額縁の認知度向上にもつなげています。そんな栗原さんに親方の吉田さんも期待を寄せています。積極的に自主的にいろんなことを考えて、新しい方向を向いていく、ただどうしても仕事に対しての、いわゆるその研鑽の時間ですね、それはやはり少し分散されているような気がします。これは致し方ないことだと思いますけれども、職人としての、絶対的な技術、誰にも負けない部分というのは身につけてほしいと同時に、この工房の指揮あるいは取りまとめでしょうかね、そういうものもしっかり覚えていただきたいと思ってますけど。最後に職人としての意気込みを伺いました。覚悟です、外に出てやらせてもらったり他の職人さんと交流したりしてるんですけど、その際やることに増える際にやっぱり覚悟を決めてやらなきゃいけないなと思ったんですよね。普段職人としてものを作るだけじゃなくて、新しいものをデザインして考えることや、催事休みが潰れてしまったりとかするその時間の労力や、あと結局名刺入れも1年以上かかって作っているものなので、それに対する失敗ももちろんありますし、やっていることへの批判やいろいろやっぱり辛い部分も多いんですけど、だけどやっぱり成功する時ももちろんありますし、
何をやるにおいてもまず覚悟を持ってその失敗も受け入れる、そういう強さを持たなきゃいけないなと思って毎日取り組んでいるので覚悟を書かせてもらいました。そうですね、やっぱり本当に認知をまず上げることをメインとして、あとはやっぱり若い方にその伝統工芸品の素晴らしさを手に取ってもらってファンになってもらって、そしてまあ僕だけではなくて例えばその尻尾焼きや提灯やそういう横のつながりに広がっていったらいいなって思ってます。次世代の匠額縁栗原大地さんをご紹介しました。続いては荒川の匠育成事業で修行中、匠の卵をご紹介します。今回ご紹介するのは弟子入り3年目七宝畠山博さんの下で修行中、畠山かなさんです。七宝とは金銀銅などの土台に釉薬を持って色をつけ、高温の炉で焼くことで作り出される伝統工芸品です。畠山かなさんの師匠畠山博さんが手掛ける東京七宝は、江戸初期朝鮮からの渡来人に七宝焼き技術を学び、へこんだ箇所に色付けしたといわれる平田彦四郎を祖に持つ伝統の技です。勲章をはじめアクセサリーや交渉などその用途は多岐にわたります。南千住5丁目南千住骨通り商店街から一本路地を入った場所にある畠山七宝製作所、こちらが畠山かなさんの修行先です。師匠の畠山博さんは70年続く畠山七宝製作所の2代目。かなさんとは親と子であり師匠と弟子の関係です。師匠の博さんは70年続く畠山七宝製作所を少しでも長く存続させ、荒川区の伝統技術、東京都の伝統工芸の発展に貢献できればと思い、娘のかなさんを弟子に迎え入れたそうです。今一人弟子がいるんですけれども、やはり自分の娘を迎えた場合ずっと続けられると、長く続けてせっかく70年続いて一応東京の伝統工芸を取っておりますので長く続けたいと。で、日本の七宝焼きはもう、かなり、奈良時代からありますので、それを受け継いで、長く続けられるということで、まあ、娘に継いでもらったということなんですけど、20代半ばぐらいになって、それまでは全然別の仕事をしてたんですけれども、まあ、そのぐらいの年になって、まあ、自分の将来のこととか家のこととかをいろいろ考えた時に、まあ、うちの仕事をやろうかなと。で、前の仕事でカラーコーディネーターの資格も取っていたので、まあ、それもちょっとしたら活かせるんじゃないかなと思ってやってみようと思いました。七宝はデザインの考案から釉薬の盛り付け、焼成、研磨、仕上げとあり、工房ではこれらを一貫して行っています。釉薬の盛り付けは地金と呼ばれる金属のベースにガラス質の釉薬を乗せて色をつける作業です。工房にある200色ほどの釉薬を使い分け、細かいところは1ミリ単位で色を乗せていきます。色とりどりの釉薬は800度前後の高温で焼き、再び釉薬を盛って焼く。この工程を繰り返すことでガラス質独特の質感を出します。弟子入り3年目のかなさんは盛り付けと焼きの作業を任されています。盛りに関しては
まあ、釉薬をこうデコボコにならずにこう平らに平坦な形で載せなくてはならないんですね。例えばこう1個の作品があったとしたら、ちょっと右側はたくさん盛り上がってしまって、で左側は少し低くなってしまってとかっていう、そういう感じではなくて、常に一定に平らな高さで持っていくっていうのが、結構私としては難しい技術だなと思って今修行をしております。こうした七宝の技術は、ひろしさんの技を見ながら数をこなすことで身につけているといいます。具体的なアドバイスとかはあまりなくて、まあ、平らに盛りなさいっていうことは言われますけれども、あとは本当に見よう見まねというか、まず一番お手本として、例えば一個じゃあ父がやってみせるから、それを見てじゃあこれと同じように盛りなさいっていう感じで、あまり言葉ではこう教えてもらうとかではなくって、こう見たように、見よう見まねと言いますか、そういう感じで教えていただいてます。まあ、全般的にまだ全然かなわないのはそうですけど、やはり父は一番得意とするのが研磨、研ぎの作業なので、それはなかなかこう、うちも職人さんとか先輩の、方々もなかなかうまくできるような作業ではないので、それをまあすごく何個も父はこなしているので、やはりそこはすごいなと。まあ私はまだ研磨はやったことないので、見てるだけですけど、やはりその仕上がったものを見ると、ここまで自分もできるようにならなきゃいけないんだなという、プレッシャーというか、そういうのは感じますね。弟子入り3年目のかなさん、最近では個性を生かした作品作りにも取り組んでいます。プチガトーという名前で、お菓子をイメージした、なんかこうスイーツみたいな感じでこうポップな感じをイメージしています。今までの東京七宝にはない形とかなので、若い女性とかでも、なんかあまり七宝に馴染みがない方でも持ってもらえ使ってもらえそうなデザインっていうのを作りたくて、もうちょっと伝統工業を身近に感じてもらうっていうのをコンセプトに作ろうと、思いました。デザインを考える際、荒川の匠育成事業の先輩でもある額縁の栗原大地さんにアドバイスをもらったそうです。身近なものでじゃあスイーツって考えた時に、アドバイスを栗原さんにいただいた時は、だったらこうお菓子のパッケージとかそういうのを参考にしてみたらどうかなっていうことをアドバイスもらって、そこから私なりにいろいろお菓子のパッケージだとかスイーツ、なんかお店にあるスイーツとかそういうのいろいろ見て、色を配色を考えて、デザインからこう全部やるのって本当全然全くそういう勉強はしたことがなかったので、まず自分がこういうのを作れるんだっていう、自信にもなりましたし、結果的にもいろんなところでいろんな方に見ていただく機会が増えたので、ちょっと自信になったというか可能性が広がった、と思います。日々かなさんの成長を見てきたひろしさん、今後のかなさんにどんな期待を寄せているのでしょうか。そうです。カナは、デザインも自分でできますので、私が思っていない作品を作ったり、今後もっともっと上手になって自分しか作れないものを作れるように、努力してほしいと。もうそうなればもう誰が見てもここの作品はいいんだなっていうふうになってもらえるので、そうです。私を超えてできれば面白いものを作ってほしいです。技術面で言えば本当に父のようになりたいというのがもう
父は多分東京七宝の中でも、まあ、他の職人さんに比べてもすごい色技術を持っているので、まあ、そのようになれるのが一番、まあ、目標ではあります。で、まあ、あとは、技術だけではなくてこう時代に合ったデザインとかものをこう作っていけたらなと思っています。ひろしさんのような一流の職人を目指して畠山香菜さん、今後も修行頑張ってくださいね。次世代の匠、今回は額縁栗原大地さんと七宝畠山香菜さんをご紹介しました。以上、特集でした。